今日朝なんかご飯食べてきたの？いや食べてきてないです。ないんだ。なんかでも理想のさ朝食のスタイルとかある？ああ、これがあれば。フレンチトーストを食べたいんですね、うん、理想。あとサラダがあったら嬉しいし、食後とかでホットコーヒー飲みたいな。あ、そんな感じが理想なのね。理想ですね、うん、ちょっとごめんね、なんかいや、3つ数えて戻ってくると、あなたの理想の朝食はなぜか納豆と味噌汁と焼き魚があれば最高です。不思議ですけど、あなたの記憶は書き換わっています。さっきご飯食べてこなかったって言ったけど、今日の朝も納豆と味噌汁と焼き魚食べてきました。不思議ですけど必ずそうなります。一つ二つ三つ、はい、戻ってきます。はおはようございます。あ、おはようございます。なんか今日朝理想の食事してきたとか言ったけど、何食べてきたの？あー、朝は焼き魚食べてきました。焼き魚と納豆食べちゃったらちょっと臭いかもしれないです。あ、そうなんだ。ね、やっぱり日本人味噌汁ね、朝食べたら味噌汁ぶっかけご飯とか好きです。あ、そうなんだ。そういう洋食っぽいのじゃないんだ、和風な感じ好きなんだ。やっぱり朝食は和風じゃないとね。そうなんですね。3つ数えるとあなたの記憶は元に戻っています。1つ2つ3つ、はい、いきます。今朝納豆食べたんだって？いや、食べてないです。何も食べてないです。あ、今日何も食べてないの？いや、食べてないです。